ミルクリーク郡区はアメリカが州国ペンシルベニア州北西部のエリー郡のタウンシップである。タウンシップとしては1729年に法人化された。2010年の国勢調査での人口は53,515万人だった。人口約10万人のエリー市の郊外では最大の郊外地であり、州内でも第14位の自治体である。 州都ハリスバーグ市やアルトゥーナ市よりも人口は多い。ミルクリークタウンシップには、ショッピングセンターのミルクリークモールがあり、繁華なピーチ通りの部分、プレスクアイル州立公園への入り口もあるほか、ウォルダミア公園など多くの見どころもある。また、エリー大都市圏のように供するエリー国際空港も、ある。紀元前3700年にはすでに、現在ミルクリークタウンシップとなっているところに、 インディアンが住んでいた証拠がある。タウンシップ内にあるサマーハイム公園にはサマーハイム公園考古学遺跡地区があり、古代やウッドランド時代の人工物が見つかっている。エリートライアングルと呼ばれる地域で最初期に入植された町であるミルクリークはエリー軍に当初できた16のタウンシップの一つだった。エリー市の湖水に面した 開拓地から家族連れが移り住むようになり、フェデラルヒル、カーサージ、マービンタウン、ワイゲルビルなどの小集落を形成し始め、それらがすべてミルクリークタウンシップの部分になった。エリーの街がまずボロ、続いて、市と大きくなるにつれて、ミルクリークタウンシップの中の地区を次々に併合していった。東西方向の道路が引かれた後、ほぼ1マイルかそこらの間隔で、酒場ができ始めた。 1805年にミルクリークを抜けて通された、リッチ道路沿いにあるニコルソンの酒場は、今も残る数少なくなった酒場の名残である。1836年にイサベラ・ニコルソンとその息子によって建設され、現在もニコルソン家が所有し、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。プレスクアイル東大、サマーハイム公園考古学遺跡地区も、 国家歴史登録財に指定されている。球場のサス半島であるプレスクアイルがミルクリーク西部の本土にかかっている。米英戦争の時、オリバー・ハザード・ペリーがその艦隊を指揮し、艦船9隻のうち6隻を建設する港としてこの半島の湾を戦略的に利用した。1921年、このプレスクアイルが州立公園に指定され、アメリカが州国国立公園局から、 国定自然史跡に指定された。今日の公園は150種以上の種が観測される鳥の生息域となっている。プレスクアイルへの入り口の西には、ホップキンスグローブと呼ばれる深い森がある。エリーエレクトリックモーター社が1896年にこの森を買収し、アミューズメントパークとしての開発を目指した。今日あるウォルダミアは、 国内でも最高クラスのアミューズメントパークとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は29.5平方マイルであり、このうち陸地29.5平方マイル、水域率は0.03%である。面積でエリー群では2番目に大きな自治体である。ミルクリークタウンシップの土地用とは、小売業、商業、サービス志向の事業、 軽工業、公共用途、私立学校、住宅地区に分けられる。土地の約1%は現在も農業に使われている。領域内にポレコエクステンションセンター、ザック公園、エリーゴルフコース、アズベリー森自然センターとレクリエーションセンターがある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミルクリークタウンシップの公共教育を受ける。 自動生徒はミルクリークタウンシップ教育学区の学校に通っている。ありがとうございます。